はい、どうもタンタン札幌店です。今日はフェイマスのウクレレですね、ご紹介したいと思います。もう本当に入門用の機種の中では一番有名なモデルかもしれないですね。こちら FS の 5G、 FS5G ですね、はい、これハワイアンコアボディのソプラノサイズ、ギアペグ仕様の1本で、グロス仕上げで綺麗な1本ですね。こちらこういった感じ、もちろんね、この価格帯ですので、ハワイアンコア、合板ではあるんですけれども、非常に合板といってもね、薄く作ってて、鳴りはね、全く問題ないかなと。非常に作りもしっかりしてますんで、この辺の音ですね、この辺の音まで、まあソプラノサイズなんでね、どうしても鳴る、こう振動する部分が短いですから、そこまでものすごいサステインではないにせよ、しっかり鳴ってくれるので、十分に使える、この辺まで使える1本なんじゃないかなと思います。音色も、結構カラッとした感じですよね。フェイマスの、こういった入門用シリーズ、これと違い、材料違いの FS1G という機種もあるんですけれども、マホガニーボディですね。あっちの方がやっぱりもうちょっと、音色がこう落ち着いたトーンというかな、感じなんですけども、やっぱりこれハワイアンコアを使ってるので、ちょっとカラッと明るい雰囲気出てるんじゃないかなと思いますね。ボリュームも非常にありますし、あと演奏性いいですよね。弾きやすい、すごく、こうセットアップがフェイマスは、非常に、弦高も低めですし、弦もね、そんなに硬い弦を使ってないので、これからウクレレを始めたいっていう方、今まで何にもこう押さえたりしたことないよっていう方でも、すごく押さえやすくて扱いやすい、そんな一本なんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこちらのモデルでウクレレを始めてもらいたいなと思う、そんな一本でございます。はい、ということで、こちらフェイマスからですね、 FS の 5G ソプラノサイズですね、ハワイアンコアを使ったソプラノサイズ、入門用のウクレレとしても定番中の定番の一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。